はい、じゃあ開始していきます。はい、お願いし今日もよろしまくお願す。いしよろましくお願いす。します。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーと。はい、ミキさんのキャンでーよす。ろしくお願いしよまろしす。くお願いします。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。2週間ぶりの収録です。はい、お久しぶ りおで久しす。ぶりです。なんか局長風邪ひいてますね。なんか、こしゃらしてますね。やば。大丈夫ですか大丈夫ね。ですかね。はい、風邪らしいんですけどね。あれ、熱とか出てないんですかね。なんか検査したらしいんですよ。だから普通の風邪だったらしくて。でも熱もあるし、結構辛そうにしてましたね。扁桃炎とかではなさそうなのかな。そっちの可能性もあるかもしれないでですよね。ね。いや、まあでも、もう年齢も年齢なので、ご無理なされずと、い心配しておりまやす。ー、まあそうですはい。ね。私は相変わらず、もう超元気なんですけはど、い。膝がちょっと痛くて、はいはい。まあ病院に行ったら、はい。リハビリを頑張ってくださいと。もともとの怪我が原因ですか？ いや、そうではないんですよ。はなんい。か膝に、なんか前、去年かな？はい。去年ぐらいになんか、なんとか脳症みたいな感じののができていて、はい。一回水それの取ったんですよ。おお、なるほど。それからじゃないかなって私の予測です。はい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 。あくまで予測ですけどね。僕は20代の時に膝をひねってしまってですね、あら。ローラースケートで。はい。で、その時は痛って思ったんですけど、はい。大して全然、でも大丈夫か、我慢できるなって思ったんで、その後1時間2時間遊んじゃったんですよ。ああ、いや、そりゃ、ちょっとやばそうな。1年痛み残りましたね。ああ、やばい。まあ、1年で治ったからいいんですけど、まあ、そうですね。まあそういう時無理したらダメだなって本当に思いました。確かに、それは言えてます。では、番組の紹介をしたいと思います。はい、お願いします。この番組では、メッセージを募集しています。メールアドレスは、気まぐれ .sachi @gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスコメントはどんどん拾っていきます。ツイッターでは、ハッシュタグ、気まぐれラジオをつけてくださいねということで、早速、キャスの方でカープボーイさん来てますね。ありがとうございます。カープボーイさんから、サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日は稽古がお休みだったからゆっくり参加できますということで、お疲れ様です。お疲れ様です。三振の新人賞っていつだったかな、多分夏ぐらいだったと思うので、ゆっくりゆっくり、まあマイペースでやっていったらいいんじゃないかなと思いますよ。 まあ私はまだ新人賞取ってないんで、親戚が新人賞最高賞、優秀賞まで取ったかな、はい。三振の。おお、すごいですね。なので、まあ、ゆっくりゆっくりやっていけばいいと思いますよ。で、さっきの局長のことで、あれはテキーラのせいでしょう、爆笑って来てます。絶対そうだと思います。なんかやばい飲み方したみたいみで。たいですね。学生のような飲み方したみたいなんでね。なんで僕を誘ってくれないのか。まあ、そしたら僕も案の定同じことになったかもしれないですけど。まあ、可能性的にはありますね。というわけで、一曲いきたいと思います。はい。彩香で虹色です。どうぞ。
したっけ。これは3分40秒ですね。あ、ちょうどいいくらいか。私ずっと4分ぐらいあったかなと思いつつ車で聴いてました今日の曲は何にしよっかなって。2つ候補があって、これと、はい、あと1個どっちがいいかなと思って、テーマ的にはこれかなということでこれにしました。確かにテーマに合いそうですね。うん、テーマに合いそうなので。カープボーイさんから、リハビリ行くんだったら魂さんのところ行った方がいいよ絶対。あ、確かに、うん、整体あ、整体だったっけ、整体か、骨格調整所ですね。ですね、1回だけ私も行ったんですよ。なんか整体とちょっと違うみたいですよ。あー、なんかいろんなところを私もやられた記憶がある。1回だけ、あまりにも腰が痛くて魂さんのところ行きましたね。僕もなんか機会があったら行きたいんですけど。行きたいな、また私は久しぶりに、もうこの膝のせいで膝のせいでまた行こうかな予約でも予約取らないといけないんですよね確か。僕今のところ山してるところがないので。じゃあいいんじゃないですか一応筋肉はもう癖ついちゃってる場所があるんですけど、肉離れ、うー、痛い、それで現金引退したんですよ。うーん、ちょっとこれはもう社会人で仕事しながらでは無理だなと。確かに、しかも普通は切れない内転筋を切っちゃったんで。あいたったった、あいたったですね。内転筋は痛かったです初めてバトンをちゃんと渡しきれませんでした、ね、よく陸上選手が切れるのはハムストリングスって、はいはい、太ももの後ろの筋肉をやるんですけど、僕はあんまりそこは痛みを感じないっていうか、人ほど感じてないなっていうか、はいはいはい、みんな歩けなくなる人も中にはいるんですけど、やば、僕は全然歩けないとかじゃなくて、うんうん、あれ、これ本当に肉離れなんだろうかぐらいの感覚だったんですよ。あ、でも内転やった時は本当に立てなかったですね。足がつけられないよ、伸ばしきれないというか、あ、いやいやいや、動かない、やばい未だに寒くなると痛いです。あ、私もアキレス腱損傷した時に3年前オペしたんですけど、うん、未だに痛いですよ寒くなると、ね、寒くなると、少なくともローラースケートが続けられる体では痛いなと思うんで、うん、はい、では間もなくです。はい、お聞きいただいたのは彩香で虹色でした。ではでは、早速今週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いします。今週のテーマは〇〇記念日です。何か記念日で思い出すことありますか。記念日ですか。そんな、はい、リア充的なイベント僕はあんまりちょっと無関係な人生を送ってきたのではい、はい、なかなかないんですけど、それこそ、さっきちょっとオープニング始まる前にちょろっとお話ししましたけど、はい、祝い事誕生日ぐらいですかね。誕生日、うん、はい、だからなかなか過去振り返らないようにしてるんで、あ、なるほど。だからあんまりこの記念日ってなんか特別作ったことが今のところ僕はあんまりないので、はいはいはい、皆さんどんな記念日を作るのかなっていうのを参考に今後はなんかそういうものを作っていこうかなと思います。ああ、なるほど。私はちょうど今日が24日ですよね、はい、で金曜日なんですけど、そのおとといにゃんにゃんにゃん猫の日になんと結婚記念日でして、おー、素晴らしい。でも2年目の記念日なんで2が続くという、おー、
素晴らしいですね、まあ、これで次は20年を22年2がどん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 増えていくっていう、はい、それはいいかも。でいろいろなんか記念日でこの結婚記念日、離婚記念日、あと誕生日もろもろ、100日記念日とかいろいろもろもろ考えて、ツイッターでもなんかないけどっていう話が出て、誕生日も記念日の一つだよっていうのを言ったら、うん、早速メールが来てますので紹介したいと思います。はい、ありがとうございます。ラジオネームヤンバルカンガルーポーさんからいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。記念日と聞かれると正直ありません。ただ誕生日が記念日とされるなら誕生日ですかね。でも僕の幼い頃の写真は1枚もありません。1歳下の弟の写真はたくさんありますけど、どうやら僕は女の子みたいだったらしく、うん、おばなんかが全部持っていったらしいです。あら、あららら、写真がない。100日記念の写真もありません。え、手元にないってこと？なんでそこをコピー取ろうよ1枚ちょうだいっておばさんに言えば、はい、もちろん服も女の子みたいな服を着させられていたらしいです。女の子みたいなのがなぜ今はこんなに人相の悪い野郎になったんだろうかなそれが僕の〇〇記念日でしょうかと来てあります。100日記念とか1枚もないってちょっとねとそれは問題ですよ。ちょっとそれは問題、残してあげないとですね。私も100日記念、あ、なんかあったけどな、どこに置いたかな。僕100日記念の写真あるんですよ。はいはい、実は自分の、はい、何回か見せられたことあるんですけど、はい、パンパンでしたね。ムッチムチのムッチムチのパンパンでしたね。今の僕からは想像できないぐらいムッチムチのパンパンでしたね。よくまあこんな細くなったな。あー、でも成長するとにつれてやっぱり違いますからね。逆らしいですね。小さく生まれてきた子は大きく育ったり、あ、結構あるみたいですね。らしいですね。いや、僕はあれでした。本当に生まれた時はお相撲さんになるんじゃないかって周りに言われるくらいパンパンだったらしい。へー、今とは全然予想がつきませんね、はい、真逆でございます。真逆。沖縄大好きさん、こんばんは。こんばんは。で、カープボーイさんからキャスの方で来てますね。昔友達の彼女で初めて出会った日とか細かくあって、下手したら月に2回記念日があるんじゃないかっていう言いつけがあって、それも早く記念日じゃなく日常的って言ったら怒るって言ってたっていや、月に2回記念日があったらちょっと多すぎですよね。多すぎですよね。いくらなんでも。なんかまだ付き合って記念日1ヶ月に1回やろうぐらいだったら可愛いですけど、ですよね。ですよね。なんか出会った日まで含めてとか、あそこで何々した日とかどんどん増えていくじゃないですか。ああ、どんどん増えてきますね。確かに。なんかどんどん増えていく方の特徴として、やっぱこうやって。なんで日常にするのって僕言いそうです。あ、カープボーイさんと一緒ですねでもなんかそれもそれで可愛いなって思える中だったらどんどん続くと思いますし。あ、ですね。やっぱりちょっとうんって思うんだったら、もしかしたらやっぱり以上言わないでおきましょう言わないでおきますか。私 の, まあ、誕生日エピソードとして一つあるんですけど、二十、はい、歳の誕生日、はい、に友達がサプライズしてくれたんですけど、はいはい、西原シティの近くら辺に住んでた友達がいて、あの辺ですね。あの辺です、はい、あっちら辺まで行って、で私が誕生日近いっていうのを、まあ、感じてたんで自分で、はい、何かしらあるだろうなと、こんないきなり呼ばれてって思って、はい、で友達の家行って、まあ、あくまで私が最初に入るだろうっていう、先に来てるメンバーは、はい、っていう想定で、私はあえて友達から行かしたんですよ、はい、連れに来た友達から。
したらフライングでパーンってクラッカー鳴らされて、あ、やっぱり正解みたいな。おー、いいですね。感づいたことが一度ありましたね。僕もそういえば今思い出しました。はい。つい3年ぐらい前ですかね。はい。まあ、誕生日は僕あんまりなんか祝うっていう感じではないんですけど、はい。まあ、飲みにぐらい行きたいじゃないですか。ああ、そうですね。なので、たまたま休みが勝ち合ったんで、はい。一人で飲みに行ったんですよ。おう。で、まあ、誕生日の日に。そしたら、親友がそこにいまして、はい。結構行きつけなので、はい。カウンターでばったり会うわけですよ。なるほどなるほど。で飲みに来たよっつってパーってやって、特に誕生日とかどうのこうのって話をしないんですけど、はい、こいつフラッといなくなるんですよ。トイレかなと思ってたら、はい、パッて帰ってきたと思ったら急にパイを誕生日おめでとうってガッてやられて、うわーなんというまあ顔面に食らいましたね。やばい、そういうの見てみたいな。でも正直これが一番なんていうんですか、社会人になってから楽しかった思い出です。ああ、ありがとう。まあまあまあ確かにそうですよね。で、もう一つ来てるので紹介します。はい、お願いします。ラジオネーム沖縄大好きさんから来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。沖縄大好きっす。今週のテーマ記念日。放送日の日曜日の前日、ということは収録なので明日ですね。明日ということですね。2月25日、私沖縄大好き、リスナーデビュー10年経ちました。10年すごいですね。11年目に突入、ふぅ。高校3年にデビューして10年。サッチーさん、キャンさん、皆さん、これからもよろしくお願いしますと来ております。いや、こちらこそよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。いや、私、リスナー歴といえば、投稿を始めてしたのが中学校1年か2年か、そのぐらいなんで。で、一時またちょっと離れて、高校3年の時かなぐらいの時に、免許取り立て、公安あるじゃないですか。免許セン、今は免許センターって豊崎の方にあるんですけど、豊崎じゃなくて那覇にあった時に、はい、合格したその場でパレットくもじに行きまして、はい、その時にたまたま西町の方のラジオ局が公開生放送をしている時に行って、それでメッセージを書いて紹介されて、はい、でお母さんもそれを聞いてはっみたいなことを一回やりましたね。いや、いいですね。いい思い出です。いい思い出です、未だに。僕はラジオのメッセージ投稿は小学生で止まってますね。小学生。小学生の間ハマってやってたんですけど。ああ。まあ中学校になるにつれて忙しくなるじゃないですか。なりますね。部活やら勉強やらいろいろ。あと僕音楽聴くのが好きだったので。はいはい。ラジオじゃなくてなんか CD プレイヤーに走っちゃいましたね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。カープボーイさんから、僕も一番最初は中学1年生の時の、なんだ、何しょって書いたんだろう。書いたのは、あの席は今よりボツになった時のダメージが大きかった。ああ、多分ハガキの時ですね。ハガキ、まあ今はメールが主体ですけど、はい、あの時はハガキとか、そうですね、が主体だったので、ファックスとか送ってましたね。私ファックスは一回も送ってないんですよ。お、そうなんですね。もうなんかね、一回電話して投稿して読まれてっていうか紹介されて、はい、で高校3年生の時にこのメッセージカードを書いて読んでもらって、はい、でそれからちょっと間が空いて、でもうそれからもメールに移ってたので、メールバンバン送ってました。おー、なるほど。メールとかがある時代にやったら楽しかっただろうな。でも今でも楽しいですよ。ファックスで手書きでいつもビーズをリクエストしてました、ね、あー、いいですね。小学生がビーズをリクエストしてましたいいんじゃないですか、ビーズも。絶対小学生じゃないだろうって思われてたと思います。あー、もう一つ来てるので紹介します。はい、お願いいたします。サッチーさん、こんばんは。こんばんは。
踊りの経験ゼロ、ラジオネーム、ラジオ、あ、名古屋のダンサーズでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズの結婚記念日はちょっと複雑なのです。どういうことでしょうか。ハワイで挙式をしたのですが、現地時間と日本時間で、2日存在する本沼なってます。ということは、ハワイの時間の記念日と、日本の時間の記念日があるということですね。なるほど。現地時間では4月の23日ですが、日本時間では4月の24日になるんですよ。ああ、確かにそうですね。ちょっと不思議ですよね。皆様は、曖昧な記念日などございますかと来ております。曖昧な記念日。曖昧な記念日。曖昧な記念日ってそれこそなかなか経験ないんじゃないですかね。私がこのサプライズでこの20歳の時に誕生日してもらったって言ったじゃないですか、さっき、はい、で、その時にあのなんか友達がテレビゲームにもうハマってしまって、はい、このパーティーの最中に、パーティーの最中にで、なぜかあの私あまりゲームが好きではなく、はい、一人で携帯イジイジしてたところ、はい、元彼から告白されまして、携帯触ってる間に、ああで、なんだろうな、その日ではあの答えを出さず、はい、2、3日後に答えを出したので、はい、ちょっと曖昧です私も。なるほど、どっちで付き合ったことになるのだろう。そうそうそう。なるほど、そういうのは確かに曖昧かもしれないですね。ですね。ツイキャスの方で、沖縄大好きさんから、ちなみにさっきの100日記念の写真での話で思い出したのですが、僕が生まれたての姿で撮りました。母親が僕が最初というのもあり、成長したら見れないとか可愛いとかなんかの理由で3人兄弟のうち僕だけ生まれたての姿です。ああ、なんかやっぱり100日写真だと、はい、生まれたままの姿で撮る方と、洋服をちょっと着せて可愛らしくする方とっていらっしゃるじゃないですか。はい、いらっしゃいますね。沖縄大好きさんはその生まれたままの姿で。僕も生まれたままの姿でしたね。私は洋服着てました。ちゃっかり。僕は着てなかったので、あれ本当にこれ自分かなって疑ったんですよ。ああ、なるほど。あ、同じところに袋あるなっつって、あっ、気づきましたね。なるほどなるほど、はい。カープボーイさんから、確かに僕も100日記念のイメージは金太郎の前掛けなんだけど、僕のやつ真っ裸だったの、わらってきてます。で、沖縄大好きさんから、ちなみに、妹はドレス、ドレス、弟はピーターパンの衣装を着ていました。かわいい、ね、確かにかわいい。まあでも自分だけ特別って考え方もありますからね。ありますね。それはそれでいいかと思いますよ、はい、あの僕なんて100日写真撮ってるの兄弟の僕だけですからね。え、そうなんですか、はい、あら意外。そうなんです。え、全員撮るものかと私は思ってます。長男特権で僕だけ撮ってますからね。長男特権、はい、あ、なちこさんから来てますね。なちこさん、さっちーと来てます。はい、いらっしゃい、いらっしゃい、こんばんは。そろそろ時間を来る頃かと思われるので、はい、あと2分ぐらいですね。来週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いします。来週のテーマは、一人になった時何をするです。です。はい、前に、先々週の収録の時に、はい、あの一人になった瞬間何をするかっていう話が出てたので、それを一旦テーマにしてみました。はい、なるほど。僕の得意分野ですね。ですね。私も真逆なんで。真逆です。真逆です。真逆なんで、多分いろいろ。何をやる、ドライブする、海見る、なんだかんだって多分いろいろ来ると思うので、はい、楽しみにメールをお待ちしております。 DM でもいいです。
ちなみに。DM 来るかな、最近 DM あんまり来ないので、もう大体メールが多いですね。定着してきたんですね。定着してきました。いや、いいことです。番組のメールやっぱり活用していきましょうということで。ですね。皆さんもぜひ、これからもメールお願いします。よろしくお願いします。ということで、お時間ですか。はい。はい。ではまた来週お会いしましょう。お相手はサッチーと、はい、ミキサーのキャンでした。ではまた来週、さようなら。お疲れ様です。旦那も見てた。旦那も見てた。いつの間にか。一人になった時ビール飲んで座って寝る。それが陸さんか。バレたって、バレたって来てますね。一人になった時は僕はもう何でもできますからね。一人になった時、私ずっとラジオ聞いてるんですよ、家では。自分は外の趣味もあるので。あー、そっかそっか。ローラースケートしに行ったり、自転車でサイクリングしたり、今日は何しよう、あれしよう、これしようって考えるのが楽しいです。あー、で、雨が降ってたりしたらもう家で DJ とか、あーはーはーはー、映画鑑賞とかアニメ鑑賞とか。いいですね、いいですね。カープボーイさん、基本的に一人が日常だからな。ああ、まあ確かにね。そうなんですよね。そうなんですよね。僕も一人が日常、まあ家族はいますけど、家族と過ごすっていうこともあまりないので。なんか大家族なんで、むしろ離れたいというか。なるほどなるほど。一人の時間が欲しかったです。私最近一人になった瞬間、うん、何を考えるかといえば、友達誘ってます。LINE で。LINE で友達に、暇みたいなことをちょろちょろ言って、出歩いてます。出歩いてる。出歩いて、旦那が仕事だった場合は、旦那が仕事から帰ってくる時間帯に帰ってくるっていう。僕はあれですね、本当にいろいろあれなんですけど、今まで一番楽しかったのは沖縄県代表で一人で、この、まあ、家族とかが付き添わないで、はいはいはい、中学校1年生の時に九州にキャンプしに行った時は楽しかったですね。おー、5泊6日。うわ超楽しかったです。うわ、キャンプ、キャンプいいな。キャンプ、あの家族と離れて一人で行って現地で知り合い作ってそれで楽しみの一つですよね。いや、楽しかったですよ。だから誰も知らないんで、最初の1日目地獄だったんですよ。みんな喋らないで、うん、で最初の1日1泊だけは沖縄から行ってるんで、はいはいはい、あのキャンプじゃなくてホテルに泊まったんですけど、あ、その時のメンバーがみんなチーンってなったんで、こいついじりやすそうだなと思ったやつ見つけて、おい、何々、久しぶりみたいな感じで勝手に話しかけて、めっちゃ、えってパニックをして、え、2人とも知り合いなのみたいな感じで、うん、知らないぞみたいな、一人行ったそういうのもありありですよね。ごめんね、自己紹介しようかノリがいい、はい、っていうので、あのコミュニケーション取って、あの沖縄のメンバー一気に仲良くさせました。ああ、私キャンプ4年前ぐらいに初めてキャンプ行った時に、もう地元民が私だけで、はい、13人でキャンプ行ったんですよ。キャンプ行って、で地元民私だけ、うん、残り全員は本土ナイチャーで、でしかも知り合ったっていうか、あのつながりがツイッターっていうね、うん、あ、そうなんですね。そう、ツイッターでつながって、それでキャンプしようみたいな、ソログルキャングループキャンプで、私初めてだったんで、はい、テント立てるのどうするかとか、あれ意外とテクニック必要ですもんね。必要必要、あれはありえなかったな。でも楽しかったっちゃ楽しかったですよ。絶対楽しいじゃないですか。全員女子でした。いいですね。キャピキャピ。キャピキャピ。はい、じゃあ皆さん。ではまた来週。来週もよろしくお願いします。これ以上話すと来週のネタバレに。